まさかの大ダメージ。雪だるま召喚。まさかの、まさかの撲殺攻撃ができるっていう。これ何、雪だるま変わらないよ、何急に。変わらない時期あるよね。フリーズ。それさ、石間ないところに置いたらどうなんだ。ああ、それは確かに気になる。うん、石間棚に置いてもいいよ。で、雪だるま。おお、どういう条件？いや、衝撃かな、やっぱり。これで、こう、これでこれをこう置くと、衝撃で雪だるまになるとか。違うな。叩きつけてみよう、地面に。早かった。違うな。電気を与えてみます。違うな、コトコトしてるだけだな。お、意味がわかんない。理論が、俺は。ただの嫌がらせ。おい、石村、石村、おらおら。痛いじゃねえか。痛いじゃねえか。頭の時だけ割れるんだ。いじめる。いじめられて石村。しっかりは氷。ジュースによく入ってるやつ。なんでさ、これさ、突然さ、アイス系になったんだろうね。あ、アイスクリーム。あげる石村。いらねえよ。あげる石村、頭乗っけときな。別アイス。なんかアイス多いんだけど。おおお、打てないんですか、せっかくなのに。なんかしびれ。何これ、何 なのこれ、銃じゃないの。設置してる、あ、違う、設置してるわけじゃないのか。なんか上に三角形のハンハテナ隣になんかできてる。ほんとだ、読めねえ。あ、映っちゃった。え、武器みたいな課金アイテムっぽいのがあるの。何の意味わかんないな、これ。もういいや、持っててるんだけど、くっついちゃったんだけど。触れて、これ、こいつ一生これで生きていくの。しゃべり。嫌がらせなんだよな、多分。これ危ねえ、危ない物体でしょ。これ以上、あ、あるか。これ何これ、アライ、パンダみたいな書いてあるんだけど。あら、かわいい。ほい。お、風景が作れるんだ、これで。あ、やばい、雲が荒ぶってる。雲が。予想だにしないようなんで、雲荒ぶるんだけど。これは？あ、これさっき見たやつだぞ。これ何なんだろうな、これ。あ、つららとかある。いろいろ、あ、X。え、これはやばい。いや、これ逆向きだったらよかったのに。なんで A なんだ。痛い向き変えれないかな。あー、どうなんだろう。これはなんかヤバそうだよ。雲荒くて、いや、こっち来ちゃったんだけど。
これ何これ頭え起動し西村じゃあさ、うん、蘇生すんじゃんこれさあやべやべ髪の毛がアダとなったなんかあんまり関係ないです関係ないですねあのドラッグにしちゃえば一回ああドラッグかなんかにしてそうだね、これで行きます、はい、ギリギリにしようギリギリにしようほっおっ起動したなんか頭吸い取られちゃう脳みそ取られてんじゃん脳みそかじり虫じゃん頭しか起動しないんだね、うん、脳みそかじり虫をおはいどうもドーンの意欲高かったな、しかもいやいや、ちょっと石間がピンピンしてるのにもうムカついてきたからなんか食べるお、星野の H 俺だよ、俺星野じゃんレイアウトされたレイアウトされた見てほしいなんか殺人事件の現場みたいな殺人事件の現場みたいなあ、取れたじゃん取れたねもう脳ないの脳なし動くサインまで絞りとバランスごっこできんじゃんあーこれ危険だなちょっとやめてこう置いとこうやばこれなんかダメっていかそうじゃないちょっと刺さるなちょっと刺さるこれピンしてピンこれなんだろうあ草生える草生えるわあ草落ちおあれなんかここら辺整ってきた背景おすごい急になんか石間が駐車場の後ろに立ってるみたいに街中の風景みたいな俺しゃれじゃんそんな一番に 何の苦難が待ち受けてお帽子あるんだよかぶらせてあげる横光じゃね横光横光帽子落ちたぞいつまでか石間か横光に行こう死ね横光え期待されたんだけどこれ何これ何横光くっつけてうん、電気を放つぞこれ。これ当たったら電気を放つとかもある。これ、これ動けない。電力とか。そう、浮遊してるし。ああ強い。これは使いやすいわ。強いこれは。ふゆ。これでさ、あらかじめさ。動きを制限しといてさこのなんか拷問混じりがさ動き制限をしてあーあこれつらいこれつらいこれ逃げようのないこれつらい地下を追い詰めてくるこいつわざわざ近づいてるね今あそっかこれ当てればいいんだもんねしかそっか、当てれるのかじゃあた、こうやってさこうしといてさああ、ああ、なるほどね、こういう使い方ができるのねえ
西村が汚くない。西村の島に戻ったな。うわ、石村の海でじゃん。これ何？シベリア。立たないよね。機体に置けば立たせれるのかな。あ、立つね、うん、噴水みたいに使えるね。さっきは噴水を持たす。あなるほどね、こういう使い方できるわけだ。これもなんかマッチっぽいぞ。あれ、ろうそく。あー、よくない、うん、これはしかも追い詰めてるね。え、ちょっと何、まあ、え、ちょっとさ、橋とかに置いなんか動くよね。石間の的確に狙う。あ、石間の的確に狙う。じゃあ行くよ。うん、置けるのか。あ、置ける置ける。これは設置できる。設置できる。これは戦略系が。石間を追い詰めたい。よーい、スタート。いけ、いった、いった。連携プレーだ。いけいけ。もうじゃあさ、うん、結構の戦力成り立たない。これさ、止めちゃってさ、うん、上とさ、下からはさ、こいつらに設置しといてさ、でさ、これさ、さあ、足元狙いでさ、こいつが追い出してさ、ここにさ、用意がスタートってやればさ、あいつらがさ、吹っ飛ばした瞬間にさ、これ下の足元から発動するよね。ああ探して探して探して、はっ、来た。あ、これ気持ちいい。あ、すごい必殺技じゃん。あ、でもダメ、こいつのやってる、こいつのやってる。あいつら何戦ってんの。しかもいい勝負してやる。すごいよ、これ。ダブルアタックだよ。なるほどね。あ、これはいいね。なんでこっちを先に気づかなかったの。これ、また絶対動画に出てくるんじゃん。このゲーム。ちょっとなんか、お、なんかや、次の戦略立てるために、いろいろ知っとこう。なんだこれ、足、なんか奥系じゃね。お、ドローンみたいな。なんか飛んでドローンだよね、これ。あ、これ一緒な。攻撃されてる、ちょっと水攻撃を受けてる。お、石村、え、浮いてる、石村が浮いてる。え、石村どうした。じゃあ石村何されてるの。何されてるのこれがさ、うん、多分ドローンなんだけど、うん、え、で離れてくる。何をしたいの。もう一回呼んでほしい、うん、いいよ。と宇宙人襲来みたいな。スターウォーズ UFO みたいな。で石山がさ、発見されるとさ、攻撃されない。あ、倒された。石村発見、直ちに始末します。いいよ、合意しやった。俺は発見された。これ何、俺も何されてんだよなと思ってんだろうね、きっと。別に死なないしな。じゃあ、ちょっと援護してあげるよ。おぶね、あ、足。かわいそう、ですね。なんか結構面白そうなのあるな。なんだろう。あ、これは、こっちはなんかブクラスカーただな。こういう系は微妙だね。なんか発射するとか打ち出しそうやな。なんだこれもしかしてさ、上に何か乗せるとか、なんか合体するとさ、うん、発射するとか、上になんか上のボタンじゃない、もしかして。いけ。なんかオシャンティーになっただけだった。じゃあちょっともう一回、じゃあ一回置きます。設置は多分必要。
これ通風で普通にこれで。でも結構ダメージ変わってね。物理だよね、これすごい物理攻撃なんだけど、ただこいつが強い。機械を押しつぶしただけだった。何なんのこれ。クソ、ドンキとしか使えんだけど、なんか使用用途があるはずなんだよな。2個重ねてみるとか、石丸を乗せてみるとか、あえて。ああ、ランデブーしてる。2個合体か、2個合体で確かに新しいかもしれんな。違うな、なんかさ、起動しそうなんだけど、なんだろうな。1回戻して、やべ、なんだと思う。はめてみる。どこに。顔動かなくなった。やばい、早く回復してくれ。フリーズ。あ、できた。よし、戻っちゃわないかな。戻っちゃいそうじゃない。戻っちゃいそうだ。早くして、早く石丸ぶち殺したい。あー、ほらー、これ結構いったもん、距離。これ何個あんだよ、何アイテムあるんだ。じゃ絞ってくれよ、これ最初の方いらないでしょ。あ。とりあえず。これはね、安定だよね。これ戦力に組み込めるでしょ。これ大結構必要。あとね、これは絶対使えるだろうね、もう。確定だろうね、これは。これは取れちゃった。これも使える。それ使えるか、さすが石村をなんか罵倒するような。あなんか危険物ばっか置かれてる。一瞬汚されてるもんね。過ぎた2つぐらい過ぎた。さっきそうでした、ね、横向きになってるのか、逆向きになって、はい、あれなんかこう逆向きになってるね、こいつ。さっき違う、その向き、違うよ。違うか。あれ？こいつさ、向き変わったね。何？向き変えれんの？実は。なんだろう。変えれんの？あ、変わったの。向きを変えれただと。あ、そういうこと。それ大きさ？大きさがな。お、てか召喚。なんかさ、今揺れてるの聞いてます。もしかしてさ、壁設置型？違うな、なんかこうとか。あ、違うな、あれさっき起動したよね、こいつ。スケールダメージ変わったんだ。あ、あれ。あ、なんか中に入っちゃった。なんかあるのかな、これとか微妙なアングル、あ、これで回せるわ。では、じゃあこう頭にはめてみよう。そう、頭にこの黒い部分をはめてみよう。ちょっと大きさ変えてね。こうだと思ったよ、俺。これさ、でもこっちから入れるって書いてあるよね。いけ、グラス、はまれ。それか、ちょっと思いついたのはこれを大きさ変えんじゃん、アングル変えるじゃん、この向きで入れるとか。捉えられた。これでさ、下にここにグラス入れるとどうなんだろう。あ、はまんないよ。ただ捉えられた。いや、そのままでいい。捉えられてるし、それなんだ。一回潰さないとあれかもしれない。あの向きが変わった。変わった。こ
これなんかさ、さっきのやつとさ、ちょっと似てるような気がする。違うかもね。いや、だと思ったんだけど、これなんか互換性がありそうだぞ、どうやら。これを置いて、これを置いて、なんかリーサルウェポンができるとか。すごそうなんだけどね。でもなんかそれ発動したかな、なんか。それ鍵とかなんない。これから絶対鍵じゃないでしょ。これなんか歯で歯かなんか関節急に急にさドラゴンフルーツができまさかドラゴンフルーツがこれの鍵になるとドラゴンフルーツ試してみよういろんなことをどうや起動しないようドーナッツワンチャン回復はアイテム取らないのかな。だって意味なくて強くしてくれないし蛇口なんかさ、ダブル必殺技とかあるとか、で蛇口と水を合体すると必殺技出たり、ウォーターと蛇口、そんなことはなかったね。ナチュラルに痛いって、一番嫌なやつ。スーパーテトラポット。風とのコンボ痛そう。あーいいねそれさすがさすが星野次回作に向けてもいくらこれ痛いこれでドラッグしてあ、これだ。それか。これだ。この攻撃方法だ。一番無理なんだけど。なんかだんだん覚えてきたいろんな技を。なんか嫌な予感がする。クレジットカード。クレジットカードだよねこれ。クレか。やめろ石村が遊んじゃうそれで。クレから遊んじゃう。クレかでかくしでかくしろでかくし。クレかでかくするの。クレジットカードで死ねすげえ金の重みじゃんこれこそ多重債務多重債務は必殺でもクレカちょっと割れてねちょっと、うん、クレカさ意外とダメージでかくねこのクレカを一番でかくしてこの最も鋭利な角度で叩き込むっていうえ、タイタン、タイタン、タイタン、ダンプスピンとかなんだろうね関係ないんかなえ、止まったあなんだろう、なんか他ないかななんか謎ほいクレジットカードくれこれ関係ないんかな、もういいやタンスコーンこうクッキーおこういうのいいのこれ頭でしょえ違うまさかのそういう部分放出兵器だった石村今お前の周りの動きを捉えた一挙範囲が見えんのか受けるさあお前をこの影響範囲の中に埋め立ててしまおうこれどうなんだろうね人体は人体実験まあまず間違いなく死んだよねこれはどうなると思うよ耐えると思う爆破すると思う消滅すると思う消滅すると思う肉片になると思うなんか神々しいなんかあの波紋みたいになってじゃあ行きます1人とかすええー、すごいすごいおすごいこれはすごいなうん動きがやばいあいいやこれうんええー、あそれ一回汚いやつあるかもしれない
これなんだろうね。うん、壁設置系じゃない？あ、違うの。縦かな。これなんか何にも起動しないね。うん、うわ、あ、神殿の柱みたいな。まあそうなるかな。行け。これこそ、これこそがジョイアの金だ。ジョイアの金攻撃つ。これシンプルイザベストだよ。うん、例えばこれを最大にして、やばいやばい、でかすぎても出ない。ちょ、最大だと困る、取り扱いに困る。よし、これ一枚一人もらえばいいんだよ。よし、あ、ちっちゃくなっ、ちっちゃくなったら一瞬殺せないじゃない。します。上持ち上がってた、上持ち上がってた。もういいよ、これさ、あれ、え、お前どこに行ったの。上に引っかかったんじゃないか。引っかかってる、引っかかってんだけど、いいよ。え、え、え、なに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 、そういうアイテムなのこれは。マジで金なんだけど。いいよ、じゃあ置きます。で、これを持って、ドーン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 って。怖いな、この棒。こんなのさ、シンプルにさ、こういう棒使えるよね。うん、掴むとのさ、必殺技でさ、なんか回すのなかったっけ。これ、これか、ローテか、これ使って。あー、違う、惜しい、惜しいけど、じゃあ石間動かせばいいんだよ。いや、こっちを、じゃあ行きます。押し尽くす。あれ、あれ、効かないだと。まさか、何これ。当たってない。惜しい、惜しい。やべ、たったに撲殺じゃん。撲殺はもうやめよう。お、コインボックス。コイン。コイン。コーヒーパート。お、おシャンティ。横光。チョコレートバー。固められていた。石村よ。チョコレートパーで死ね。ストロベリーチョコみたいな。チョコレートパー攻撃、チョコレートパー強え。